皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、安くすれば集客できると思うありがちな勘違い。価格至上主義の呪縛から解き放たれよ。というテーマについてお話をしたいと思います。いつの時代でもというか、いろんな新しい、そうですね、レッスンとか組む時にクライアントさんとお話をしてても、一番悩ましいところは価格っていうところになりますね。で、価格のマインドブロックっていうお話も当然あるんですけれども、価格を考える上でですね、やはりどうしても価格と価値っていうものの釣り合いを取っていくか取っていかないかっていう話とかがあるんですね。で、これを考える場合においてですね、その価値をきちんと作り込んでいない先生の傾向は、やはり価格を安くする方に走りますね。価格を安くするっていうのは、要は それだけのお金をいただける自信がないので、価格を安くすることになります。で、本当に、ちょっと言葉は悪いんですけれどもね、あまりこう中身がないようなものを、ものすごい高い値段で売ってるようなケースも、逆ケースもあるし、すごく価値がある内容なのに自分がそれをこう信じきれないと、ものすごく安く売ってしまう傾向とかがあるんですね。ですから、適正価格っていうのは何なのかっていうのが非常に難しいんですけれども、価格の価値はですね、結論を言ってしまうと、価格の価値はご本人、先生ご本人が決めるんじゃなくて、顧客が決めるわけですよ。ですから、例えばその方が、じゃあ先生が5000円ぐらいのものだと思ってたとしても、価値を感じてくれる方が、このレッスンだったら2万円の価値があるって言ったら2万円 OK なんですよ。だから、それが教室授業レッスンの、ある意味不思議なところでですね、プロダクトタイプの製品とかだと、例えばそうですね、じゃあ携帯があったとします。この携帯で品番が特定できた場合には、当然その価格っていうのは定価っていうのが一応ありますよね。で、お店によってもちろんその施策とかがあって少し割引になったりするようなケースとかがあるかもしれませんけれども、基本的には定価があるものに関しては、その材料を何に使ってるのか何なのかっていうところでは一律になってしまうのが通常ですよね。ところが、サービスの場合には、その先生自身の人間性とか、その魅力とか、あと立地とか教室の雰囲気とか、そういうものが複合的になって、そこで体験できる経験値がお金になるわけなので、感じた人がそれを払えばその金額でいいっていうのが、ぶっちゃけ答えなんですけどね。その考えをしていく上で、安くすれば集客できると思っている方が未だにいらっしゃったりするので、その勘違いっていうものを、ちょっと紐解いてですね、価格至上主義から、脱却しようっていうのが本日のテーマになります。ちょっと長くなっちゃいましたけどね。はい。ということで、本題の方に行きたいと思います。この話をするに至って、やはりそういう事例があったっていうことなわけですよね。以前に比べてですね、本当に教室増えているんですよ。ですから、例えば私はパン教室だったので、パンの先生としていろんな教室を見ていた時にですね、昔はどんな技術が習えるか、例えばそうですね、パンの方で言うと難しげなリッチなメニューとかだと、クロワッサンとかバターを織り込んでいくっていうのは割と難しい成形になっていくので、上級クラスのものであったりとか、パンで言うとシンプルなんですけど難しいの、バゲットとかフランスパンとか、あっちの方なんですよね。あれが難しい領域に入ってくるんですけれども、その技術そのものを習えるかっていうのは、
ていうことを、考えた時に、まあ、上級に行けば行くほどその技術が高くなっていく、教室が選ばれる傾向があったし、それに合わせて料金が高くなっていくっていう傾向があったんですけども、教室が増えてですね、必ずしも技術アップだけが教室に通う目的ではない、行きたい理由が多様化してきたんですよね。例えばそのお料理を楽しむとか、もちろん技術を学ぶのはいいけど、そこに集う人とのおしゃべりを楽しむとかいうことが行く動機になるような場合には、その先生とその雰囲気と集まる人たちの質というか、性格の傾向ですね、これが、心地よいところに行くっていうのが昨今の傾向なんですね。だからそんな風に時代の価値観が変わってきているのにですね、中級クラスはこれが学べます、上級クラスはこれが学べますっていうレッスンの出し方をしているだけでは、今は選ばれない時代になっているということを、まあ、考えていただくのがまず一つなんですね。で、その段において、自信がない場合にはさっきお話ししたように、安く値段をつけがちだという話がありました。で、過去はですね、まあ、そういう技術的なものでこう比べられる教室の種類っていうのが多かったので、これができるっていうと値段も高い OK で、これができないというと値段が安いっていうのが当たり前だったんですけれども、今は高い技術のものを安くしたとしても人が来ない可能性もあったりするんですね。来ない可能性がある理由っていうのは、その価値が伝わらない、要はその技術はすごいものだっていうのが分かってる人はそれを安いとか思うのかもしれないんですけれども、技術寄りで歌った場合には、それを伝えるのっていうのはなかなか難しいんですよね。動画とかならその技術の素晴らしさっていうのは訴えられるのかもしれないんですけれどもね。だから考えなくてはいけないのは、その自分が呼びたい人、ないしは来て居心地がいいと思ってくれる人に対して提供するべき正解の価値は一体何なのかっていうのを、やはり考えて集客をしていかないと、教室事業の場合には難しいですよね。画一的な商品を大量に広く売っていくっていう場合には、そこまでシビアに考えなくてよくて、逆に万人受けっていうとちょっと言葉悪いんですけれども、なんだかんだ言って生活必需品っていうのは世の中からなくならないし、長期間にわたってどこかのブランドだとしても必ず買うものとか、ティッシュとかその1個ですよね、洗剤とかもそうですけど、必ず切れたら買うみたいな、どこのメーカーにするかは別としてですね、まあ、そういうものですけどね、パンとかそういう嗜好品というか、まあ、趣味的な教室の場合にはパン習わなくても死なないし、はい、家の都合と事情でお金がかかる他の用事ができちゃったら、そういう娯楽費っていうのは真っ先に削られていくものですから、いわゆる娯楽の領域になるのが教室になります。だから時代の流れから言うと、景気が悪くなると、行かなくなる人がいるっていうのも事実です。全体的にはですよ。ただし特定の層、そういう景気とかにさあまり左右されない、いわゆる富裕層みたいな人たちとか、景気は関係なくその教室に行くこと自体に価値がある。例えば習うことだったりするとお金を削るかもしれないんですけど、その先生に会うと例えば元気をもらえる、それによってまた来月からの仕事が頑張れるっていうと、まあ、そのための精神衛生上必要なものっていうことになるので、そうすると娯楽ではないので削られない可能性が出てきますよね。だから、まあ、その例えば富裕層の人たちは景気にあまり関係なく通うかもしれないということは、もともとそういう層の方を持っていれば、景気が悪くなっても売り上げ落ちない可能性がありますし、さっきみたいに先生そのものに会うことによって自分が元気になるから教室に通うという動機の人が多いような教室の場合には、景気レベルの問題じゃなくて、それこそ食べないと死んじゃうみたいな、それに近いような領域になってきていたとすると、そういった波も受けずに問題なく続けていくことができたりしますね。ですから、その状態になってない場合には、集客がうまくいってないな、つまんないなっていうと、まあ、まず値段を安くしてみようっていう方法に
まずスッと行く方が多いんですけども、よくよく考えてみて、そこはね、トライしてみてもらったらいいかなと思うんです。安くしたから人が来ない、安くしたから必ず人が来るわけではないっていう事例を2つお話をしたいと思うんですが、まず1つ目はですね、こちらの方の、澤田さんですね。HIS の会長であり、ハウステンボスの社長でもある。まあ、ご存知の方はご存知の方いらっしゃると思うんですけどね、澤田さん、結構有名な方ですね。まあ、この本は「運をつかむ技術」っていうあれになってるんで、ちょっとスピリチュアルっぽく見えるのかもしれませんけど、そんなことないです。ガツガツのビジネス書です。で、18年間赤字のハウステンボス、1年で黒字化した秘密っていう、ここにやはり私惹かれましてですね、この本を買いました。で、今の価格のお話によるところは第2章のところに主に書いてあるんですけれどもね、もともとハウステンボスの再建、18年間赤字のところで頼まれたからって言って、簡単にはやんないですよ。それこそ3個の例みたいな形で、何度も何度も長崎の市場とかですね、佐世保市の方からですね、お願いされたりとかってして、ようやっと腰を上げたみたいな、社内的にも大反対な感じでしたね。その渦中の栗ですか、燃え盛る中に栗を拾いに行くかみたいな感じで、基本難しい案件、まあ澤田さんの場合には難しい案件ほど燃えるっていうことがあったんですけどね。で、ここの本の中の、まあ、第2章のところに、ハウステンボス、まあ、これ一冊よかったら読んでほしいんですけれども、ハウステンボスの課題が書いてあるんですよね。ここの2章のところに何が問題だったのかっていうのがね、書いてあります。で、ハウステンボスの再生のための最初のポイントは、今までのコンセプトを超えることにあるっていうふうに書いてあって、で、ハウステンボスの売りっていうのが、もともとはですね、私オランダ村だった時に行ったこともあるんですけれども、美しいオランダの街並みみたいな形でやっていたんですよ。だけれども、要はですね、航空券、まあ、HIS さんもそうなんですけど、オランダに行けないからオランダのような街並みっていうので人は来てたんですけど、航空券が安くなっちゃって、オランダに行くのにもそんなに難しくなくなってきたりするとですね、本物のオランダに行けちゃうんですよね。ということは、それがハウステンボスがこう次第にこうお客さんが減っていった理由っていうのが、その本物のオランダに行くことができるようになっちゃったので、価値が下がっちゃったっていうことですね。ということは、本物のオランダ以上の価値をハウステンボスが持たなければ、ハウステンボスに人が来ることはないっていうのが、まずポイントで気づいた点だったんです。だから、時代の流れが変わると、提供する価値の内容も変わるって、ここも結構ポイントだったりします。ずっと同じレッスンをずっと10年とか十何年リニューアルもせずにやられている先生もたまにいらっしゃるんですけど、人気のレッスンは確かに人気のレッスンなんですよ。私も一番人気のレッスンっていう7つの天然工房っていうレッスンが一番人気だったんですけれども、内容の骨子は変わらないんですけれども、レッスンのやり方とか集めるお客様の層とかをちょっとずつちょっとずつ半期に一度ぐらいずつ私は変えてましたね。だから結局大きな全面的なリニューアル私はすることはなかったんですけれども、レシピに関しては。ただやっぱ半期に一度ちょっとずつ内容をずらしながら見せ方を変えてっていうのを繰り返してたので。一番最初の立ち上げ当初に作ったレシピで、私がコンサルに移る前の、パン教室を閉鎖するまでずっと同じレシピでやることはできて、レシピは一緒でも、習う相手を変えていくと全く違う見え方になるレシピになりますからね。そういうことをやっていたんで、多分ハウステンボスでも同じようなことが起こっていたということがまず1点目ですね。で、2点目ですね、これがまあ今日の、大きな議題になるんですけど、無料でもダメって書いてあります。ハウステンボスの場内を見回ると至る所に問題があったとかね、採算が取れずに閉鎖しているエリア、柵を設けて立ち入り禁止にしているからゴーストタウンさながら夜など怖さを感じてしまうほどだったとかね。
まあ、しかしそのエリアを分ければ、清掃照明警備などの維持費がかかってしまう、赤字が続く中では閉鎖せざるを得なかったということで、まあ、理屈の上では理解はできたんだけれども、いかにも不景気なテーマパークで、ますます入場者減るみたいな悪循環が続いてたので、試しにその澤田さんがですね、3ヶ月の暫定措置として17時以降の入場料を無料にしてみたらしいですよ。だから1円も落としてくれなかったとしても、場内を巡って飲食とかをしてくれれば、まあ、ちょっとお金落ちるんじゃないかと思ってやったらしいんですけど、全く入場者は増えなかったっていう経験、大失敗ということね。彼の経験値でいうと、航空券は下げれば下げるほど喜ばれたし売れてったんですけれども、テーマパークが提供している価値っていうのは、お金をかけてもハウステンボスに来る価値を持たせないと来ないっていうことだったんですね。で、澤田さんがその後やったのが、700万坪のイルミネーションを用意して光の王国を作り、実際の壁に 3D プロジェクションマッピングですね、投影し、まるで建物が動いているように見えるショーを用意するなどっていうことで、まあそういうのを用意して、でその後入場料無料から1000円に引き上げて、なのに、1000円払っても来る人が増えてきた。じゃあ2000円なら2500円ならっていうことで、あの手この手でやってて、結局2800円まで値段を引き上げることができたんですね。だから中身があってもですね、あ、ごめんなさい、無料でも中身がなければ人は来ないということを、その時澤田さんは学んで、その考え方で今、ハウステンボスっていうのはいろんな企画をやっていってるんですよね。で、私自身も、まあ、この物語読んじゃったせいもあるし、前々から興味はあったんですけれども、ハウステンボスの光の王国っていうのが、その100万個だったかな、イルミネーション、ものすごいイルミネーション、テーマパーク園内をほぼほぼこう飾るところで、まあ、私写真も撮りますし、特にイルミネーション好きなんで、冬極寒2月結構寒かったんですけどね、ホカロン4つ5つ6つぐらいこう装着して、手袋も手もあったかいのにして、それでハウステンボスの光の王国のイルミネーションを撮ったことがあります。本当に綺麗でしたね。それが私一番メインだったんで、確かに夕方からのもので全然 OK だったんですけど、まあ、日中も一応遊びたかったので、その時はハウステンボスの中にですね、一人なんですけれども 無駄に広い、リゾートホテルチックなツインルームで一人でこういうと過ごして、園内ですね、夜撮って歩いた記憶があります。だから私、東京から長崎行ってるんですよ。福岡と組み合わせた、出張と組み合わせたものではあるんですけれども、福岡からわざわざ長崎に移動して、ハウステンボスに行って、まあ、翌日も長崎の観光もしたんですけど、その日の一番のメインはハウステンボスのイルミネーション、光の王国、これを撮ることだったんですよ。ということはやっぱりそれだけの集客力があったっていうことですよね。なんで、テーマパークと教室事業っていうのは非常によく似ていて、なんだろう、非日常の楽しいものを提供する空間っていう感覚から言うと、面白くなかったらただでも行かないっていうことなんです。だから、ただじゃないにしても、安くすれば売れるかって思うと、そうではないんですよね。だから価格に寄りすぎないっていうことを一つ覚えておいてほしいのと、あと私が、教室を開業したのは2011年なんですけれども、そのプレイレッスンっていうのをですね、ウェブの学校を通いながら、週末だけ、月に何回だろう、3回ぐらいかな、体験会じゃないけど、なんかイベントレッスンとか、あ、違う、それはお金いただいてたんだ、そうじゃなくて、ただにしたやつはあれですね、ですね、新しいレッスンをやるかやらないかみたいなので、ただにして、まあその反応を聞いてっていうのをやったことがあったんですけれども、3回ぐらいやったんですけどね、もうただのやつのレッスンはやめようって決めたのは、結局ただが好きな人っているんですよ。だからただ嵐っていうんですか、無料をいち早くっていうか目ざとくですね、ちゃんと無料レッスンを見つけて、ちゃんと申し込んできて、そして、ああ楽しかったって言って帰るだけの人。だから本来はそれによってコースレッスンとか来てほしいからタダで提供してるんだけれども、そういう人はただ
無料のレッスンを楽しみに来てさようならなだけで、後ろにはつながらないっていうのが分かったんです。それ以降ですね、適正価格ですから、ワンレッスンと同じ内容をそのまま体験にしてもらうんだったら同じ金額にすることも多かったですし、キャンペーンを貼ることによって、まあ、半額にしたりっていうことはたまにはやっていましたけれども、基本その同じような価格を払えるような財力がある人が来てもらった方が、その後のコースの成約率は高くなるっていうのは、まあ間違いなかったんですね。ですからマックスやって、本当にキャンペーン的な何席限定とか、そのレベルでの半額っていうのをやったりしましたけれども、あまり金額を安くして集客っていうのはしたことないですし、コースレッスンなんかはほぼほぼ、そのままウェブサイト上で決まっていくっていうケースが多かったので、それをしなくても、そもそも体験会開催しなくて決まっていく状態を作っていたので、体験会の申し込みフォームが見つかりにくいように、こう分かりにくい場所にバナーを置いてやっているっていうのが、私のちょっと変わったホームページの作り方。普通は体験会に来てもらったら決まるっていうルートができているのであれば、体験会に来てもらえるように目立つ場所にバナーを置くのが普通なんですよ。だけれども、あんまり来てほしくなかったんで 目立たないところにバナーを置いていたっていう、まあ、そういう経験もあります。ですから、まとめるとですね、安ければ集客できるかと思っている方は、それは大きな勘違いであって、値段に惹かれてくる人は結局値段で揉めたりとかですね、価値を感じてくれるタイプじゃない人が来る可能性が高いので、特に個人教室の場合にはそういう人が増えちゃうと、教室全体の雰囲気が荒れるというか、あまりいい状態ではなくなっていくし、結局値段勝負で先生が行くわけですよね。そうすると、何か生徒さんにいいことをしてあげたいって言っても、原資がないんですよ、余力がないから。なので、そういう方法でやらないことをおすすめします。ですから、まずどういった人を呼ぶのか、それに合わせた価値、喜んでもらって、お金を喜んで払ってもらえる価値は何なのか、ここに頭をひねってですね、外向きにちゃんと分かりやすく発信していく、それが、価格至上主義の呪縛から逃れる唯一の方法になるかと思いますので、ぜひご検討してみてください。それでは。